はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。こんにちは、トクです。闇を見ろ。見に行くんですか？え、違う。いや、もう光り輝くもの見に行きましょう。はい、ということでデビュー、大ガチャエビル高校ということで追いガチャ100連やっていきたいと思います。頑張ってください。っていうかね、まあ、100連とは言っているんですけども、あの目標があってですね、レイリー45になった、あるいはなるで終了しようと思います。まあ、なのでひとまずこの動画では100連までっていう感じでいきます。で、現状私レイリー SR1 体そして PR1 枚でございます。結構きついですね。結構きつい、なのでまあちょっとそこら辺ね、皆さん頭に浮かべながらやってください。まあ、他にも、選択ガチャ券でもあるっていうのと、あと PR 選択ガチャ券もあるんで、まあ、そこら辺も頭に入れながら。で、持ってないキャラで言うと、闇のは持っておりません。なので、闇の当てて、レイリをバンバンバンって感じでいきたいと思います。PSR が当たると、って感じでございます。迷いがね。まあ、でもイベント特攻っていう面で見れば、その側面だけ見れば、PSR 大歓迎ですね。いきます。はい。10連目。皆さん、回数を覚えておいてくださいね。いきます。10連目です。 SR 確率はアップしてますよ。そうだ SR 出るかすらっていうと、ここからの戦いっすね。はい、 PR は六本木でした。 R ナイス、 PR ナイス、R ナイス、10分の4出てれば、20連目いきます。おそうそうそう、20連目です。SR が欲しいな。 SR 欲しい。よし、さあこの SR を引いても3分の1で確率です。そこからの4分の1です。さあこれ、まあそうなるんですよ。そしてここでは一体も、一体きた R、 これきついな。これ、いや闇がちょっと言われるだけ30レベルでございます。いや、やりがちだと言われるだけあるわ。30レベルです。 SR20 見してくれ。よし、 6% いきました。こういう話してるときついのかな。来い、天城とかさ、よく来んだよこういうところで。 PR ナイス、 PR ナイス。おお、いやーこれね、常設とは言ってもさ、てかもし仮に今マイト君狙いだったら、1倍も出てないですからね。あるのピア、そうだよね。40連です。いや、デビューガチャバネーバ。よし、おお、でも SR はいいのかな。複数枚欲しいね、可能性を。いや、一番後ろは熱いってよく言いますからね。ここは来るはずですよ。来るか。サボン、うわ、シゲキックス来た。いや、シキ、結局 SR は今んとこゼロです。ゼロです。折り返し、いやー、これでも結構きついな本当に。赤、うわ、50作ってる人たちはこういうことをやってるわけでしょ。どん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 、せめてこの頭の PR 確定は、バナナにしてほしい、ね、バナナにしてほしい。結構意地悪だよね。結構意地悪でございます。そこの PR 確定だって1枚ももらえてないですもん、エビルキャラ。次は60です。60です。ガチル SR20。 さあ、ただググったぞ。こい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 、ここの PR はちょっとやばいですよ。やばいな。次は70も、もう70、もう俺70個もいただいてんの。20、ググりました。ひとまずよし、ひとまずよし、こっから
箱が複数枚来ないもんね。さあ、これはきついんでねえか。80連目です。ガチャ。来い。いや、まあ大体確率としては100年やったら1枚は PSR の可能性はあるからね。 1% なんで PR ないっす。いや、今 80? 80っす。パネーディアンっすよ。さあ90連目です。ノベイダ。いや、せめて PR。 こいつくんだよな。50連目あたりからレイリーが全くですね。しかもこのラインナップ見て、 PR1 枚だよ。確率というものは怖いです。さあ、いや頼む。ひとまずラストです。虹、うわ、うわ、 PR、 せめて PR が欲しい。レイリーないっす。うわマジで、これこれはどうしたらいいんだろう。ちょっとやばい、これはやばい。いや45にしてる人たちパーないっすよ。すごいね。どうしよう。ちなみに R は何枚来たの？ R のレイリは、ひとまずこれがガチャですね。ねえ、中でも一番厳しいと言われているデビューガチャってやつですよ、これが。はい、これないよ。こっちじゃないですね。あ、どうしたらいいんだ。イベントボーナス順とかあれば。倉庫に PR レイリーいませんか。レイリーイベントボーナス順にしたら多分見やすいですよ、 R も。なるほど。ひとまずちょっとこうして、ここの解放っていう感じで R が何体あるか見たいです。うん、全然出なかったね。え、 PR が2枚で R が6枚。これむやみに R にポンポンポン食べさせない方がいい。いやでもそうでもしないと、そうでもしないとダメだよね。ここでうまく通らないと PR5 すら作れないですもんね。うん、ちょっとここやってみます。2、もう1個、マジでもう1個。うわー、5分の1。いやこれ絶対だ。よし、4しかない。倉庫の方に残ってないですか。倉庫ってどっち。あのもう1回強化で。ああそういうことね。はい、移動させた記憶がない。なしか。まあ欲しいのはひとまずレイリなんですよ。なので、ここはレイリでもいいかなと思ってます。うんね、これもう忘れずに取得します。まあ今後のそのテンプレ入り的な部分見ても、うん、レイリが一番そうに入ってくるキャラですか。そうなんだよね。ま、でここに関しては、ま、今のとこ濃厚は闇の、うん、はい、なぜなら母体を持っていないから。 15% 乗るっていうのもでかいしね。
まあ、もしくは闇野の50借りる目的で他を増やすとかね。いやでもまあそこマー君でもいいんじゃないですか、うんうん、そうね。だからやっぱここで母体闇野の方が、うん、まあ、こっからのコスパ的な部分で言うと一番楽にあのボーナス高めて、はい、あの甲子園の挑めると思いますけど、うん、だねやっぱきついっすね、デビューガチャね。俺どうしたらいいと思う。いやぶっちゃけですよ、うん、もう常設なんで我慢しましょうっていう、うん、あの率直に思いますけど、うん、イベント走るなら行かざるを得ないなっていう感じはしますね、まあ、今のレイリーだけに限らずで多分解放そんな進まないですもんね、うん、全然進まない。で闇のを正直選ぶっていうのも、うん、なんか心苦しい感じあるじゃないですか。いや本当だよね。今がトータル私160連やってるんですよ。はい、160連で闇野に関しては出てないからね。普通にイベント走らないとかだったら、うん、間違いなくステイで、まあ、今後も出るね常設キャラなんでっていう構えでいいと思うんですけど、ネット甲子園大会、パーチャーに関わるネット甲子園大会を割りかしトップで終えようって思うならば、うん、言いかざるを得ないかな、うん、まあトータル200連ところまでやろうかな。じゃあ、うん、このまま動画でやっちゃっていいですか。はい、こんな予感はしておりました。いやでもね、いやでもちょっと行くんですか。 OK です、うん、行こうかな。いやなんか、うん、行っちゃいましょう。だからあと40連でこれ絶対終わりね。そうするとトータルで200になるんで、一回流れを変えた方がいいから俺が一回倒します、OK、この俺の引き運の、いややっていいよ40。俺なんか出る感じしないから。ごちそうです、いきます、うんうん、この動画で110連目です、はい、さあ来てくれ。2枚、おお立ちか欲しいな。え、一番最悪なやつもう一回チャンスあげよう。もう一回チャンスあげよう。一番今までいい引きしたと思いきや2枚出てるからな。120レベルです。いけ、よし、ヤンシンカンパネー。これ多分 PR レイ、もう PR すら大事だよね。そうだないっす。さあ来い。天城何回出んだよ。出るな。天城出るんだよ。天城の解放も見せてあるよ。いや、言っちゃっていいよ。でも確率で言うと、PR 来い、 PR 来い、 PR 来い。できないっす。おお、もう一枚くれ。よし、最後見せてくれ。いいっすか。よいしょ。左手押したら儀式やっとかなくて大丈夫だ。あ、やろうか。どうやんだっけ。よし、これ大丈夫だ。あっす、脂肪燃焼にもいいな。脇汗がいいですね。代謝が良くなりそう、うん、よし。お前儀式ちゃんとやったか、心込めて。心込めて儀式したか、お前。とりあえず最後10連だけお願いします。分かった、じゃあもうこれいこう。残り55回ある。あの210連したことになるね。いけ、いや、もうここでも、よし、さあよし、頼むよ、心もとねー、頼む。いやー、マジかよ。まあでも、いや、皆さんもいろいろ感じれたと思いますよね。すごいガチャだっていう
そしてここももう50になるだろう、うん、2枚あるだろう、2枚いきましたなあ、あーもういったな、リチギに行くよ、ここで行っちゃうやつか、うん、リチギに行こう、いやー、うん、渋いわ、渋いね、うわー頼むよ、さあ SR2 枚をかけているんだ、ここで行こう、よしよし、天城くんは50になると精神ボーナス6だそうです。いや、ここ50だと強いっすよね、これはすごい、まあこんな感じですか、ちょっと一回整理して、うん、大谷出てから、大谷じゃねえ、マー君出てから一回また考えましょう、そうですね、来週月曜日、うん、どんなガチャが来るかっすね、いや石使ったね、700何個あったもん、でもこれだけ見ると、あと最近の僕のフレマラ感想、フレマラ事情で言うと、うん、45、50めっちゃ少ないですよね、うん、どうですかね、何の今回のエビルキャラ、ああ全然見ない、4キャラ全然見ないですよね、45すらほぼ見ない、見ないですよね、うん、って考えると多分やっぱ特攻ボナーは割と今までより低いのかなっていう印象はあるんで、まあここでカズさんがどれぐらい加工を進められるかで、うん、まあ、その特攻の方に関しても全然いい方には入るのかなと思います、なるほどね、わかりました、まあ皆さんもね参考になったかどうかわかりませんけども、うん、頑張っていきます、それではまた動画でお会いしましょう、バイバイ、バイバイ。